カリ劇場はチェコプラハにかつて存在した劇場。常設の国民劇場が建設されるまで、チェコの儀曲、歌劇を上演する仮設の劇場として、1862年に建設され、1862年11月18日に開場した。仮設の劇場とされたが、建設後20年もの間利用され、総上演数は5000回を超えた。 1866年から1876年の間には、チェコオペラの外されるベドジフスメタナの4本の歌劇の初演も、この仮劇場で行われている。この中には、スメタナの最も人気を得る歌劇、売られた花嫁も含まれている。この仮劇場は、最終的に1881年6月11日に開場した。 国民劇場の建物に組み込まれることとなった。ヤンネポムクマイール1860年代以前、プラハにおいては劇場や歌劇などを含むほぼすべての文化機関はオーストリア帝国によるものであった。ボヘミアはハプスブルク君主国の一部であり、チェコの文化や国民の生活の面においては先制政治における絶対的なルールによって抑圧されていた。 先制政治は1860年10月20日に皇帝フランツヨーゼフ一世の布告によって公式に廃止された。この布告によってチェコ文化は復興へと向かうようになった。ボヘミアの議会は1851年頃から寄付を募り、プラハ市内のブルタバカ藩に敷地を取得した。1861年には寄付金が 計10万6千ガルデンに上ったことを発表した。この寄付金によって800席程度の小さな劇場の建設が可能となった。これによってこちらの劇場をチェコの儀曲と歌劇の本拠地として活動しつつ、高級的な国民劇場の建設を行う長期的な計画を実行可能にすることができた。この小さな劇場は百六十二年十一月十八日に 会場し、ビーチェスラフ・ハーレクの悲劇、KR エルベコシンが上演された。また、当時は適したチェコオペラが存在しないと考えられたため、オペラとしては、ルイジケルビーニ作の2日間、または水の運搬人が1862年11月20日に初めて上演されている。会場から少しの間は、仮劇場では、 戯曲と歌劇の上演が毎日交互に行われていたが、1864年より、歌劇は毎日上演されることとなった。ベドジフスメタナ仮劇場最初の主席指揮者は、1862年10月に、ヤンネポムク・マイールか任命された。この地位を絶望していたベドジフスメタナは、この決定にひどく落胆したと言われている。マイールは1866年9月まで、 同職についていた。彼の在職中には、スメタナとの敵対関係がよく知られている。スメタナは、仮劇場の保守主義と、チェコオペラの促進という課題の失敗を批判していた。これに対して、マイイールは、スメタナのオペラ、ボヘミアのブランデンブルク人の仮劇場での指揮を拒否し、報復を行った。その後、仮劇場の経営陣が交代し、マイールに代わって、スメタナが、 カリ劇場の主席指揮者についた。スメタナはこの地位を8年間ついていた。マイールのイタリアオペラ編長の傾向は、スメタナによってバランスの取れたものへと改善され、イタリアオペラだけでなく、ドイツオペラやフランスオペラ、スラブオペラ、チェコオペラなど様々なものが上演されるようになった。スメタナは自身の楽曲とは別にチェコの作曲家による作品を、 次々と上演していた。それらの作品の作曲家には、レッポルド・オイゲン・マクラやジョゼフ・ローズ・コスニーが挙げられる。しかし、それにもかかわらず、スメタナは一部の音楽グループから攻撃を受けていた。スメタナを仮劇場の指揮者から引きずり下ろし、マイールを再任するように求める動きもあったが、こちらは成功することはなかった。スメタナは劇場に、 付属の施設音楽学校も担当し、同学校の管理者、音楽理論の教授となった。しかし、1874年にスメタナは、中途失調者となってしまい、仮劇場での職は、アシスタントであったアドルフ・チェフが担当するようになった。そして、同年末、スメタナは、仮劇場の職を辞した。スメタナの辞職に伴い、マイイールが、 仮劇場の主席指揮者に再任された。マイールは音楽学校に興味を示さず、この学校はその後間もなく閉校された。仮劇場はチェコオペラの本拠地として活動を続けており、アントニーン、レオポルト・ドボジャークのいくつかの作品も同劇場で初演された。1881年、仮劇場は新設された国民劇場の建物の中に吸収され、 国民劇場が同年6月11日に開場した。国民劇場は会場から間もなく火災により壊滅的な打撃を受け2年の間活動を休止した。この間、仮劇場が他の建物を使用して復活し活動した。国民劇場は1883年に再建され再開場している。仮劇場は最終的にその歴史の中で 経営5000回を超える講演を行うこととなった。ありがとうございます。